今さら何しに来るつもりですか。ずっと無関心で何もしてこなかったくせに。え、私はいきなり怒鳴る弟嫁に驚いて戸惑った。一体どういうことだろうか。慌てて実家に向かった私は、そこで驚きの光景を目の当たりにするのだった。私の名前はのぞみ、38歳の会社員だ。夫のコウタとは結婚して5年が経つ。共働きの私たちはお互いのことを思いやってちゃんと家事を分担している。料理も日によってどちらが担当するかを決めて、残業など仕事の状況によって臨機応変に対応するようにしている。二人とも一人暮らしの期間が長くて、自立した生活ができているので、すごく楽に役割分担ができる。お互いに冷蔵庫の食材の状況を把握しているので、スーパーでの買い物も楽しい。あれがないとか、これがそろそろ切れるとか、お互いに分かっているので、気持ちよく買い物ができるのだ。そして私たちは映画という共通の趣味もあった。だから休みの日は、最近流行りの動画配信サービスを使っていろんな映画を見るのが日課だ。映画好きの私たちなので、一日で一気に3本も見ることだってある。そういう日は、二人とも家事はお休みで食事も簡易的なもので済ませたり、宅配サービスを使って料理を注文したりする。そんな風に私たちは、とても仲良く幸せな夫婦生活を送っていた。だが心配事が一切ないわけではない。実はつい最近、母が足腰を痛めてしまい、入院することになってしまったのだ。私はできる限り見舞いに行くようにしているのだが、だんだんと高齢になり体調を崩しやすくなっている。父を数年前に亡くしてから一人で暮らしていたのだが、そうやって体にいろいろとガタが来ているところを見ると、とても心配になるのだ。お母さん、大丈夫？ああ、のぞみ。来てくれてありがとう。私は大丈夫だよ。入院はしているけど、大事を取ってって言うだけだし、元気だよ。母はそうやって言っているが、本当はかなり辛いのだと思う。父もいないし、今後一人で暮らしていくことは難しいのではないだろうか。しかし、私たち夫婦が暮らしている場所から実家はかなり遠く、もし私の実家で同居をするとなると、私も夫も会社を辞めなければならなくなる。だが母にとってはあの実家は思い出深い大切な場所なので、離れることはしたくないだろう。私は一体どうすれば一番いいのかとても悩んだ。そんな時、弟の雅人から連絡が来た。もしもし姉さん、元気？ああ、雅人、久しぶりね。母さん、だいぶ辛そうな状況だね。そうなのよ、見舞いに行ったの。うん、それで一つ考えたことがあるんだ。実家に帰って母さんと同居しようかなって。え、本当に？ああ、だって母さんはあの感じだと退院しても介護が必要になるだろう。そう考えたら誰かが同居しないとダメだと思うんだ。マサト、私は弟がそのように言ってくれて嬉しかった。だがいろいろと気になることがあった。だけどあなただけの問題じゃなくて、奥さんや子供だっているでしょう。舞さんやアキラも連れていくとなると、かなり大変じゃない？弟嫁からしたら、義母にあたる人物の介護なんてかなり大変だろう。私は母から優しくしてもらっているし、母は性格に裏表がない人だと信じているが、弟嫁とどれくらい仲いいのかとかまではちゃんと把握できていない。それに甥はまだ2歳だから手のかかる時期だ。子育てだけでも大変なのに同居や介護が加わったら、キャパオーバーを起こすのではないだろうか。だから弟が弟嫁とちゃんと相談をしているのか確認したかった。弟にその点について聞くと、しっかりと話し合いはしているらしい。そして弟嫁も納得しているらしい。
私はその話を聞いて安心した。私と夫が実家で同居をできない分、弟夫婦が同居してくれるのは本当にありがたい。そして母の耳にも同居の話は伝わっていたそうだ。マサトたちが同居してくれるのは嬉しいよ。ごめんねお母さん。本来なら私が長女として一緒に住んであげたいんだけど。何を言ってるの。こうやって見舞いに来てくれるだけで嬉しいんだから。後のことは気にせずに仕事に打ち込みなさい。母にそう言ってもらえてよかったと思う。私はそれからというもの、落ち着いた状態で仕事に打ち込むことができた。その後、弟夫婦は母が退院してから一緒に住み始めた。私は定期的に弟に連絡をして状況を聞くのだが、同居生活はうまくいっているようだ。そして私は母が退院したこともあり、休みの日に実家を訪ねた。お姉さん、お久しぶりです。舞さん久しぶり。元気にしていた？はい、みんなで楽しく元気に過ごしてますよ。それはよかった。私は弟嫁がそう言ってくれて、さらに安心をした。もちろん弟のことは信用しているが、弟嫁に負担がかかりすぎていないか、疲れていないか心配だったのだ。だが弟嫁は元気そうだし、笑顔だったので私はこれなら大丈夫だろうと思った。それから私は仕事が忙しくなっていったので、しばらく弟夫婦に連絡することも、実家を訪ねることもできずにいた。そんな中、弟からこんな相談をされた。姉さん、実は相談なんだけど。一体どうしたの？できれば、仕送りをしてほしいなって思って。え？仕送り？ああ、母さん意外と病院代がかかってな。俺の給料だけじゃ賄えそうになくて。そんなにかかってるのね。私は何も知らなかったことを反省した。わかったわ。相談してくれてありがとう。これから毎月仕送りをするわ。ありがとう、姉さん。本当に助かるよ。弟がそうやって喜んでくれるなら、よかったと思う。私は普段から介護に行けないこともあり、申し訳なさも込めて毎月20万を弟夫婦に渡すことにした。弟からは、普段前に直接生活費を手渡ししているから、俺の口座に振り込んで。と言われた。毎月手渡しをする際に、私からの仕送りも一緒に渡すそうだ。私は弟に言われるがままに、毎月お金を振り込んでいた。これで少しでも弟夫婦に自由な時間が増えて、母の体調も安定してくれればいい。仕事が忙しくて、なかなか家を訪ねることができないのが本当に申し訳なかった。今月も振り込んでおいたわよ。ありがとう姉さん。いつも本当に助かってるよ。母さんも病院に必ず連れて行くことができているし、本当に感謝しかないよ。弟がそうやって状況を報告してくれるのはありがたかった。舞さんや甥っ子のアキラは元気にしてる？ああ、問題なく楽しく生活できてるよ。介護もちゃんとしてくれて、いい嫁さんをもらったよ。そう、それは本当にありがたいわね。あ、そうだ。今度実家に遊びに来てよ。みんなでバーベキューでもしよう。それはいいアイデアね。私も夫もちょうど3連休は空いてるし。弟にそう提案され、私は少しワクワクした。今まで仕事が忙しくて、休日は疲れを癒すために家でゆっくり休むことが多かったり、休日出勤になることも多かった。そのため、なかなか実家に帰れずにいたのだ。だがそろそろ顔を出して、母たちの様子を見に行かないといけないなと思っていた。だからバーベキューはいい機会だと思った。それから約1週間後、私と夫は車を走らせて、久しぶりに実家に帰った。やあ姉さんたち、よく来てくれたね。マサト、
久しぶりだね。今日はお肉をたくさん買ってきたよ。お兄さん、ありがとうございます。楽しみでお酒もたくさん買ってきちゃった。姉さんは酒好きだからな。何よ、あんただってたくさん飲むくせに。弟と玄関でそんなやりとりをした後、私たちは居間に向かった。居間には車椅子に座っている母と甥の世話をしている弟嫁の姿があった。お母さん、ただいま。ああ、のぞみ、来てくれたんだね。体調はどう？問題ないよ、元気だよ。それならよかった。舞さん、いつも介護ありがとうございます。いえ、私は弟嫁が少し元気がなさそうなのが気になった。だが弟がやってきて。じゃあ早速バーベキューをしようぜと言ってはしゃぎ出したので、私たちは準備を始めることに。庭でバーベキューを始めて肉などを焼き、出来上がったものを縁側にいる母に渡した。ああ、美味しそうなお肉だね。バーベキューなんて久しぶりだよ。確かに子供の頃は何度かした記憶があるけど、大人になってからはないね。そうだろう。俺もそう思って企画したんだよ。私たちは美味しいお肉やお酒で楽しい時間を過ごした。弟嫁も甥っ子もすごく美味しそうにお肉を食べている。幸せそうな二人の顔を見ることができてよかった。今回の休みは忙しい中で久しぶりにゆっくりと過ごせた気がする。お酒も飲んだので、私と夫は一泊して翌日帰ることに。多めに食材を買っておいたので、夜ご飯もバーベキューの残りの食材で賄うことができた。舞さん、お母さんの普段の調子はどう？ええ、問題ないですよ。子育てをしながらだと大変だよね。本当にいつもありがとう。いえ、気にしないでください。専業主婦として介護と家事と子育てをしている弟嫁には感謝しかない。私はできる限りの感謝の気持ちを伝えた。そして翌日、私と夫は実家を後にして自分たちの家に帰った。弟夫婦が母とうまくやっているようで安心した。だが私たちは実家の実情のことを全く知らなかったのだった。やっと繁忙期も終わり、私は仕事に少し余裕が出てきていた。そこで私は久しぶりに実家に帰ることに。夫は仕事が忙しくてかなり疲れている様子だったので、私は一人で実家に行くことに。私はとりあえず弟に、急だが明日の土曜にでも実家に帰る予定だということを伝えるために電話をした。だが弟とは電話がつながらなかった。あまり夜遅くになってしまうと弟夫婦も困るだろう。今まで母のことなどについては弟とやりとりをしていたが、私は弟嫁に直接電話をすることにした。もしもし。ああ、舞さん、久しぶり。明日なんだけど、ようやく仕事が落ち着いたし、お母さんの様子を見に実家に帰ろうと思うの。明日って何か予定とか入ってた？私がそのように聞くと、弟嫁は急に声を荒げた。今さら何しに来るつもりですか？ずっと無関心で何もしてこなかったくせに。え？私はいきなり怒鳴る弟嫁に驚いて戸惑った。一体どういうことだろうか。舞さん、どうして急に怒るの？あ、ごめんなさい、私ったら。でも何もせずに、ただ来るだけなんて迷惑ですから。え？何もせずにとはどういうことだろうか。私は毎月20万も仕送りをしているというのに。それに弟嫁の切羽詰まった様子は、ちょっと普通ではない。私はただごとではないと思い、すぐに実家に行くことに。電話のやりとりの雰囲気から、夫も気を使ってついてきてくれると言ってくれた。
慌てて実家に向かった私は、そこで驚きの光景を目の当たりにするのだった。舞さん、開けてくれる？インターホンを押しても反応がなく、そして何度呼びかけても返事がない。私は勝手に入るのは申し訳ないと思いながらも、鍵を開けて中に入った。すると今からは、甥っ子の泣き叫ぶ声が聞こえてきた。そして母がわめく声も聞こえてきた。弟嫁は床に散らばった何かを掃除している。舞さん。ああ、お姉さんたち、来たんですね。ちょっとこれはどういうこと？どうしたもこうしたも、いつもの日常ですよ。お母さんは認知症のせいで私の料理を床に投げるし、息子もわがままで暴れ回るし。認知症。私は初耳だった。そんなことマサトから聞いてないんだけど。弟嫁も私の発言に驚いていた。認知症っていつ発症してたの？私たちが同居を始めた頃から、もう症状が出てましたよ。どうしてこんな大事なことを教えてくれなかったんだろうって、正直お姉さんのことを恨みました。そんな、私、知らなくて。でもバーベキューの時は、あの時、お母さん普通だったじゃない。お姉さんが来た時だけ奇跡的に正常でした。もしかしたら、何かスイッチみたいなものがあるのかもしれませんね。お姉さんたちが帰ったら、またいつもの認知症の症状が出てました。マサトはどうして私に教えてくれなかったのかしら。こんなに大変なら施設に入れてあげてもよかったのに。そんなお金、うちにはないですよ。私は介護と子育てに追われて働きに出られないし、夫も生活費は月に8万だけしかくれないし。ちょっと待ってよ。私マサトに介護の足しになればと思って、毎月20万渡してるんだけど。私の発言に目を丸くする弟嫁。この時、私はすべてを悟った。弟は私が渡したお金をすべて自分のために使っていたのだ。信じられない。母が認知症まで発症していて大変だということを教えてくれず、自分が遊ぶためのお金だけを要求していたなんて。我が弟ながら、本当に最低な人間だと思った。そして私は弟嫁に本当に申し訳ないと思った。舞さん、ごめんなさい。今まで、こんな状況になっていることに気づくことができなくて。私と夫は、すぐに弟嫁と甥っ子と母を車に乗せた。そして弟嫁と甥っ子にはビジネスホテル代を出して泊まってもらい、母は私たちの家に泊まってもらった。そして翌日、私は夫と母と一緒に実家に向かった。実家では弟が一人で慌てた様子で居間にいた。マサト、あんた一体何を考えているの？ね、姉さんどうしたんだよいきなり。こっちは急に舞たちがいなくなって、びっくりしてるってのに。って、母さん。どうして母さんが姉さんたちと一緒にいるんだよ。昨日、実家に来てお母さんを私たちの家に連れて帰ったの。そこで全部、舞さんから聞いたわよ。あんた認知症のことを私に教えずに、さらには介護のために渡していたお金も着服してたみたいね。なんでバレたんだよ。あんた、私が今まで渡してたお金は何に使ったのよ。それは。白状しなさい。じゃないと、今まで渡したお金を請求するわよ。わかったよ。そう言って、弟は自分が女性と遊ぶために使っていたことを白状した。つまり不倫ということだ。前には内緒にしておいてくれよ。これからは反省して家族のことを大事にするからさ。そうやって私に懇願してくる弟。だがもう遅い。残念だけど今の会話、全部舞さんに筒抜けだから。
私は舞さんのスマホに電話をかけて通話状態にしておいたのだ。だから弟の不倫の自白は弟嫁の耳にも届いているということだ。舞さん、あなた、マサトのこと許す。私はそう聞いてスピーカーにした。すると弟嫁はこう言った。いいえ、絶対に許しません。もらえるもの全部もらって、地獄を見せてやります。そんな。弟嫁の発言に顔を青くしながら、弟は膝から崩れ落ちた。あんたがしたことがどれだけ最低なことか、罪を償いながら実感しなさい。私はそう言って、母の私物などをカバンに入れて実家を後にした。その後、舞さんは弁護士を通して弟と離婚をした。そして弟と不倫相手に慰謝料を請求。さらに弟には、十分な生活費を与えずに、認知症の母の介護と幼児の世話を押し付けて、精神的苦痛を与えたことによる慰謝料も請求したそうだ。もちろん養育費も請求しているので、弟はとんでもない額の借金を背負うことになった。実家については母の名義だったため、母と一緒に不動産屋に行き、売りに出した。そのため弟は家も失い、一人寂しくボロアパートに住みながら、他額の借金を返す日々を過ごしている。ちなみに舞さんは、お姉さんが渡していたお金の分も、上乗せしておきました。と言って、私が弟に払ったお金も回収して私に返してくれた。本当はとても聡明でいい人だったのに、弟のせいで人生をめちゃくちゃにされてしまって申し訳ないと思った。舞さん、本当にごめんなさい。何か困ったり、助けが必要な時があったらいつでも相談して。舞さんのためなら、何でも協力するから。ありがとうございます。じゃあお母さんに会う時とかに、一緒に会ってくれませんか？この子にとっては、お母さんは血のつながったおばあちゃんですので。ええ、もちろんよ。弟との離婚などの手続きをすべて終えた後の舞さんは、とてもたくましくなっていた。母は認知症のこともあり、私と夫が住むマンションの近くの介護施設に入ってもらった。そしてできるだけ、毎日顔を出して私は母に会いに行っている。休みの日にたまに甥っ子と舞さんと一緒に行くと、母はいつも以上に優しい笑顔になる。孫と会えることが嬉しいのだろう。これからも私は家族を大事にしながら、仕事も頑張って幸せな日々を過ごしていきたいと思う。夫は私が出産を終えた時にちょうど来ることができ、みんなで生まれたばかりの赤ちゃんを抱き上げているタイミングだった。先生が近づいてきた夫に笑顔を向けながら赤ちゃんを渡そうとする。元気なお子さんですよ。とっても可愛い女の子です。だが夫は顔色一つ変えずに、DNA 鑑定をしてください、と言った。は。病室にいた私たちは一度固まった。私は出産の疲れでうまく声が出ない。ただ夫が次に何を言うのか見ていることしかできなかった。すると夫は驚きの発言をした。この子は俺の子じゃない可能性があるからな。私の名前はのぞみ、28歳の会社員だ。私は合コンで出会ったマサトと3年前に結婚した。夫はとても優しくて紳士的で社交的なこともあり、私はすぐに彼に惹かれていった。そしてデートを重ねて交際が始まり、順調に交際を進めて結婚した。私たちは共働きで家事を分担して、お互いを支え合いながら楽しく幸せに暮らしていた。ちょっとした口喧嘩とかはあったが、大きな喧嘩とかも特になかったと思う。私たちはいつか子供が欲しいねとは言っていたが、新婚での二人の生活を楽しみたいとも思っていた。だから最初の頃は子作りにそこまで積極的ではなかった。しかし結婚も3年目に突入して、
義両親や私の親からも孫の話について少しずつ触れられるようになってきた。そのため私と夫は話し合い、妊活をすることにした。最初は効果があるのか疑問だったが、ネットでいろいろと情報を集めて実践してみると、どうやら効果があったらしく、私はついに妊娠。夫も私が妊娠をしたことを知り、とても喜んでいた。私は初めての妊娠だったので、不安だったのでよくいとこ夫婦に相談しに行っていた。いとこのアキラと嫁のユカさんはとても優しくていい人で、先に出産を経験しているので私にいろいろと教えてくれた。そのうちだんだんとお腹が大きくなってきて、私は一人で動くのが大変になってきた。つわりもひどくなってきて体調も良くない。私としては夫にサポートをしてもらいたかったのだが、夫はその頃から仕事が忙しくなってきたようで、帰るのが遅くなっていた。そして私が体調が悪くて家事ができないのに、家事ができていないことを責めるようになったのだ。どうして晩ご飯ができていないんだよ。ごめん、ちょっとつわりがひどくて。だからって一日中ソファーで寝てたのか。ちょっと甘いすぎじゃないのか。え、俺が疲れて帰ってきてるっていうのにありえないぞ。産休まで取って家でダラダラしているだけなんて情けない。そんな、夫は体調が悪くて休んでいる私を許してくれなかった。もしかしたら自分の仕事が忙しくなって少し心に余裕がないのかもしれない。だが辛いものは辛い。この状態でスーパーに買い物に行って家事までするのは大変だ。しかし夫からこうも責められるのなら何とかしないと。だが私の両親は遠くに住んでいるので頼れないし、義両親に来てもらうのも違う気がする。そんな時に私はまたいとこのアキラの顔が浮かんだ。アキラは在宅ワークをしていて、また労働時間が少なくて済む働き方をしているので、時間にかなり余裕がある。そして奥さんも一緒に家にいるので、ダメ元で二人にたまにサポートしてもらえないか頼むことに。すると二人とも快諾してくれて、私がつわりで辛い時に家に来てくれるようになった。スーパーの買い出しも一緒に行ってくれるし、家の掃除や晩ご飯作りも手伝ってくれた。子育てや出産についてもその時にいろいろと体験談などを教えてくれるし、本当にありがたい。夫も家がきれいでご飯がちゃんと出てくるから特に文句はなさそうだ。だが逆に私の方が文句があった。夫は残業で遅くなる日々が多くなっただけでなく、さらに休日出勤も増えていった。さすがに家にいないことが多すぎて私は夫に愚痴ったことがある。もう少し仕事量を減らすことはできないの？やっぱり妊娠で辛い時期に夫がそばにいてくれないのは心細いよ。しかし私がそう言うと夫はすごく嫌そうな顔をした。俺はお前やこれから生まれてくる子供たちのために一生懸命に働いているんだぞ。それなのにお前は働くなって言うのか。そういうわけじゃないけど、家にいる時間をもう少し多くしてほしいなって思って。なんか自分勝手すぎないか。俺の苦労も分かってくれよ。夫はそう言って自分の部屋に行ってしまった。もうすぐ子供が生まれるというのにこんな風にすれ違いが起きていて大丈夫なのだろうか。夫はちゃんと子供を愛してくれるのだろうか。そんな心配が湧き起こった。私は不安な気持ちが強くなり、いとこ夫婦に相談した。二人とも夫の発言にはちょっと言い過ぎだと言っていたが、でも子供が生まれたらものすごく可愛がって親バカなほどに溺愛すると思うと言ってくれた。ちゃんとそうなってくれればいいのだが。そうこうしているうちに私の出産予定日が近づいてきた。夫は相変わらず私の心配をしてくれることはない。もうすぐで出産だと伝えても、生まれる直前に言ってくれと言われてしまった。いとこ夫婦は励ましてくれたが、
それでも不安の方が強くなっていた。そして数日後、陣痛が始まり私は病院へ。いとこ夫婦はちょうど外せない予定があったので、今回は義両親に事前に連絡を取って家に来てもらっていた。だから義父が車を運転して病院まで連れて行ってくれた。病院に着くとこのまま分娩室に行きましょうと言われて、いよいよ始まったという感じだ。なかなか生まれてこずに思いのほか時間がかかっていた。だがそのおかげで仕事後の夫も病院に駆けつけることができた。夫は私が出産を終えた時にちょうど来ることができ、みんなで生まれたばかりの赤ちゃんを抱き上げているタイミングだった。先生が近づいてきた夫に笑顔を向けながら赤ちゃんを渡そうとする。元気なお子さんですよ。とっても可愛い女の子です。だが夫は顔色一つ変えずに、DNA 鑑定をしてください、と言った。は。病室にいた私たちは一同固まった。夫は何を言っているのだろうか。いきなりそんなことを言い出したので、義両親も慌てていた。ちょっとマサト、あなた何を言ってるの？娘が生まれた瞬間に DNA 鑑定をしろだなんてどういうつもりだ。私は出産の疲れでうまく声が出ない。ただ夫が次に何を言うのか見ていることしかできなかった。すると夫は驚きの発言をした。この子は俺の子じゃない可能性があるからな。夫の発言に私たちは全員また驚いた。私は頭がぼーっとしながらも何とか言葉を紡ぎ出した。なんでそんなこと言うの？正真正銘あなたの子よ。だが夫は冷たい目で私を見て、不倫してること俺は知ってるんだからな、と言った。先生、DNA 鑑定をしてください。医師も夫がそんなことを言ったので戸惑っている。でもそれには奥さんの許可も必要よ。夫はため息をつき、こいつはきっと DNA 鑑定はしたくないって言うでしょう。困りましたね、と言った。なんだかその言い方がとても腹が立った。別にいいわよ。私は潔白なんだから。あなたがどうして私を疑っているのかは知らないけど、調べたいならとことん調べれば。夫へのイライラから、なんだか先ほどの疲れも吹っ飛んだ。私がそう言って夫を睨むと、じゃあ好きなようにさせてもらう、と言って、病室から出て行った。残された私たちの間には何とも言えない空気が漂っていた。義両親は私のことを信じてはくれているが、実の息子が言った発言を全部嘘だとは思えない様子だ。先生はたまにこういうことがあるのか、あまり気に留めていない感じだった。私はそれよりも夫が一度も生まれた赤ちゃんの方を見ずに抱き上げることもしなかったことがショックだったし腹が立った。いくら疑っているとはいえ、そこまで興味を持ってくれないなんてありえない。こうなったら鑑定結果を突きつけた上で、夫がなぜ疑ったのかを問い詰めてやる。理由によっては私は離婚してやろうとも思った。私はただ産休に入っているだけだし、会社に復帰すればシングルマザーとして娘を養うこともできる。だから夫と離婚することになっても構わない。その後、夫の言う通り DNA の検査を行い、検査結果の報告を待った。その報告の日、夫はなんだか自信があるような雰囲気だった。どうしてそんな自信に満ちた顔ができるのだろうか。そして先生が報告書を取り出した。検査の結果を言いますね。この子はあなたの実の子ではありません。私は頭が真っ白になった。一体どういうことなのだろうか。私は不倫なんてしていない。夫はニヤニヤしながら、やっぱりな、そうだと思ってたんだよ、と言った。お前、最低な女だな。不倫してできた子供を俺に育てさせようとしてたなんてな。だが俺の目をごまかせなかったな。
離婚して慰謝料も請求するからな。自分の過ちを反省してちゃんと罪を償うんだな。そう言って夫は病室から出ようとした。私は何が何だか分からずうつむいていた。これは夢なのか、どうしてこんなことに。すると先生が、しかし、と言って話を続けた。この検査結果の報告書は偽物のようです。え。私は顔を上げて先生を見る。夫も立ち止まり振り返った。偽物。先生、あなた何を言ってるんですか？夫は動揺しながらそう言った。先生は夫の目を見てこう言った。私、あなたが鑑定を行う機関に知り合いがいることを知っているんですよ。先生がそう言うと夫は目を見開いた。だから鑑定結果を偽造してるんじゃないかと思ったんです。そのため、私は別の民間の企業にも依頼しました。そしたら、そこではあなたがお子さんの父親であるという結果が出たんですよ。これは完全に偽造が行われたってことですよね。そんな、俺は偽造なんてしてないぞ。しらばっくれても無駄ですよ。私にも同じように鑑定を行う機関に友人がいるので、そこで調べてもらったんです。そこで友人にあなたの知り合いを問い詰めてもらったら白状しました。あなたはお金を渡して虚偽の報告書を作成させていたようですね。そんな犯罪を犯してまで、あなたはどうしてのぞみさんを陥れたかったんですか？夫は冷や汗をたくさんかきながら動揺していた。その時、私のいとこ夫婦が病室にやってきた。あれ？アキラとユカさんどうしたの？俺たち、実は個人的にのぞみが言ってたことが気になって、自分たちで調べてたんだ。え？何のこと？旦那さんが全く出産に興味を持ってくれていないことについてだよ。ユカの友人に探偵がいてね、調べてもらったんだ。そしたら旦那さんは不倫してたんだ。不倫の証拠もここにあるぞ。そう言ってアキラは証拠写真を私に渡してくれた。え、そんな、不倫をしてたのはマサトの方なの？夫は顔を青くした。なんでそんなことを調べてるんだよ。いとこのアキラは夫の前に立つと驚きの発言をした。あなたは最低ですね。不倫相手が大企業の社長令嬢で、結婚にまで話が進みそうだから、のぞみのことを切り捨ててそっちで一緒になろうとしたんですよね。そこまで調べ上げてるのか。ちょっとマサト、それ本当なの？いや。旦那さん、しらばっくれても無駄ですよ。不倫相手の方はあなたが結婚していることを知らなかったようですので、私たちが教えておきました。あなたは相当大変なことになるんじゃないでしょうかね。大企業のご令嬢を騙したのですから。そんな、あなた最低ね。そんなことをして私を陥れて自分だけ幸せをつかもうだなんて。望み通りあなたとは離婚してあげるわ。だけど慰謝料と養育費はしっかりと支払ってもらうからね。夫は膝から崩れ落ちていた。その後、夫は独身と偽って付き合っていた不倫相手にブチギレられ、すぐに仕事を失った。彼女の父親が夫が働く会社の社長に直接クビにするように言ったそうだ。そして私も夫と無事に離婚が成立。慰謝料は一括で支払ってもらい、養育費は分割となったが、支払いが滞れば優秀な弁護士からすぐに連絡が行くようになっている。元夫は今回の件で義両親からも愛想を尽かされて縁を切られた。元夫は大企業の社長を怒らせたことで再就職もできずにいるそうで、今は低賃金のバイトをして一人きりで貧しい生活を送りながら借金を返しているそうだ。すべて自業自得だし、本当にいい気味だ。一方で私は無事に退院。
私はなぜ先生があそこまで私のために協力してくれていたのか気になって、退院した時に理由を聞いてみた。すると先生は驚きの発言をした。最初は名字が変わっていて気づかなかったんですが、あなたのお父さんは私の恩師だったんです。え？私が高校3年の時に進路を迷っていた時、担任だったあなたのお父さんが背中を押してくれたんです。だから私は医大に入るための勉強を頑張ることができたんです。私はあなたのお父さんに恩があるので、あなたにできる限りのことをしてあげたかったんです。そうだったんですか。本当にありがとうございます。先生がいなかったら一体どうなっていたことか。私は先生にお礼を言って病院を後にした。そしてその後、いとこ夫婦に会いに行き、同じくお礼を言った。この二人がいなかったら、夫の不倫を暴くこともできていなかった。私はいろんな人に支えられて助けられて、今を生きることができているのだと実感した。だからこれから私も彼らのように、自分の周りにいる人たちの助けになれるように生きようと思う。でもまずは、生まれたばかりの可愛い娘を大事に育てていこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。